おはようございます。コロナ退散還暦社長。はい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 。なぜ今日はこれ、これ実は水戸黄門なんですよ、この学校は。ただの怪しい親父なんですけどね。なぜ怪しい親父は水戸黄門かというと、実はですね、今日水戸黄門のテレビショッピングがございます。午後3時55分から RKK3 チャンネルで、よかったら見てください。輪島漆器の美術を生かした金箔が吹いても剥げない国産物だ。それとですね、今日の熊本日日新聞朝刊の9面。上がですね、このもやし安売り限界とかいうなかなか渋い記事が載っておりますが、その下にですね、はい、ここでございますですな。はい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 、ここ横が5センチ、高さが6センチ、日本一小さい仏壇店の広告でございますけど、志は大きく、先代の父が作った輪島漆器の技術がした金箔が吹いても剥げない国産仏壇、素晴らしいお仏壇でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。さあ、わったわった。はい、広告終了。はいはい。まあ、一発ですね、頑張っていきたいと思います。はい、冗談抜きで夜7時までナイター営業。電話は24時間、電話受付でございます。それとですね、人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、コロナ生活困窮者支援仏壇無償提供、24時間電話受付でございます。無料でお仏壇は提供しておりますので、よろしくお願い申し上げます。さあ、一発今日も頑張りましょうかね。はい、今日は何ちゃったっけ、5月の今日は19ですな、19。はい、5月の19、もくもくの木曜日、夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はいはいはい。さあ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 、一発ですね、ほんと頑張っていきたいと思います。今日は曇りですな。曇りですな。ああ、もう下り坂なのかな。まあ、それぞれね、もうすぐほら、6月やから梅雨でございますけどですね。はいはい。まあ、昨日やっぱすごく天気良かったけどね。はい、じゃあ今日も一発頑張ります。皆様よろしくお願い申し上げます。